ブドウジュースとアップルサイダー。チャールズ。ああ、しかも詳しい。じゃあそのさすがあの方に用。一回は さあ飲め飲め。いらっしゃいませ。予約していた。本当に来たな。飲め飲め。何になさいますか？完全に無視してる。旅人。旅の悪くない理由だ。その小さいのは。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か。いいだろう。あんなに冷たく。だが報酬は事前に払ってもらおう。500モラと3つの質問だ。500モラは一括払い。そうだ。それっぽっちの報酬で。確かに受け取った。では、三つの質問に答えてもらおう。質問の回答に間違いなど存在しない。貴様の選択が知りたい。一つ目の質問。モンド城の流災は、貴様とウェンティと名乗る風神が解決。俺は知るべきことを知って、質問に答えてもらおう。それが貴様の子。二つ目の質問。リー・ウェコを幾千年も守ってきたガン王帝君は、自身の神の心を持ち、では、神を失った今後のリー・ウェコは誰が守る？それが貴様の子。最後の質問。この世界には、神の目を、では、神にとって、どちらの方が重要だと思う？それが貴様の答えか。やはり貴様は彼女と似ている。500モラは確かに受け取った。きっと言ってもアビス教団に関する。俺は貴様と同じく旅をしている。貴様は家族。ああ、アビスに仕えるあれらの怪物はアビス教。俺はアビスの使徒の。アビスの使徒。アビスの魔術師の統率者であり、アビスでと。ああ、そうだったな。流災の後はずっと人間じゃないアビス教団とは。おそらく
それも何か、あるいは誰か。なんだか危なそうだぞ。オイラたちを狙ってるのか。うん、まったく。それなら俺たちも早速現地に行こう。そこで落ち合おう。貴様の。さあの。人のいないセピュロス、風を操り、そう、なんでもない。面白いものを探しに行こう。アビスの気配が強くなってきた。もうそう遠くはない。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進む。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。やめたら。よっ、その命いただいたわ。諦めなさい。こいつはどうだ。燃えろ。これ来るな。
この瞬間、お前は永遠を手に。貫け。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。燃えろ。みんながそばにいてくれれば。取るに足らないの。いや、来るな。あら、諦めなさい。アビスの魔術師だけか。どうやらアビスの、アビス、混乱で、神の剣、アビスの、大王ふん。さあ、俺の調査では、そこなら、安心して任せて。
るに足らないわ。狼の群れに好かれなそうだから早く行って落ち合おう。放浪寮の主、鋭利な牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知る。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと。ではアビスの使徒がここにいる。どこから探せば。そうだ、あの教団のことだ。をやめたら。
リビの近くの魔物アビス教団に操られてるのか。ちょっと怖いけど早く気をつけようぜ。捜索は終わったか。俺もここらへ。しかしそれはすべてどうやらアビスここを離れ、いや風流廃。流祭でお、この地名も俺の記憶、俺が初めて。え、でも気にするな。この廃墟に封印、アビス教団同行掃除。
し、出発だ。来るな。諦めなさい。残念というのは確かに逃げることで旅の危険を回避できるならその方がいい。昔あのダイン、その旅人、彼女はもう旅は疲れるからな。そうだったの。俺は帰る家があるの。お前の家族が見つかるもんだには、うーん、とりあえずおいしい。いえ、うん、旅の終点、旅の途中はまず。え？知っている気配？知っている気配？知り合いか？もしくはどちらにせよ明確にし、あそこから。
オイラたちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。よっと。ふっ。貴様が言っていた気配。でもここは確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前にた、俺か、あの旅では。ん、遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか。タンポポですら安らぎを得られぬとは。どうしたんだ？ずーっとぼーっとしてたぞ。え？でもどういうことだ？ふん、あるいは貴様言ってることが雑然とし、落ち着く、少ない。今一番重要なのはその旅のし、あれ、しばし500モラと